未だにピラティスって何かよく分かっておりません。どうもナビゲーターの中川です。本日も万福国立公園を着物で旅行いたします。さて皆さんは人生で最も印象に残っている湖はどこですかと聞かれたら何と答えますでしょうか。私は間違いなくレイクルイーズと答えます。ということで本日の行き先はカナディアンロッキーの宝石レイクルイーズでございます。さあまずは到着フェアモントホテル。こちらのホテルはこのようにレイクルイーズの目の前に立っております。となるとここで気になるのが部屋からの眺め。私たちは4階。4階ですね。いやー眺めはどうかな。ガーデンビューかな。ガーデンビューっていうパターンがあるの？あるかもしれない。それはきついね。残念だ。残念だ。これは。でも私見えると思ってなかった。あ、本当に、うん、皆さんに部屋からのレイクルイズビューをお届けできませんでしたので、直接向かいたいと思います。フェアモントホテルであれば、レイクルイズは目の前ですので、裏口を出ればすぐに着きます。あ、すげえ。Thank you。いかがでしょうか。これがカナディアンロッキーの宝石レイクルイーズ。間違いなく人生ナンバーワン湖と言えるでしょう。思わず指輪もないのにプロポーズ仕掛けてしまうほどの綺麗さ。結婚する気のない大学1年生の男子諸君はデートでうっかり来ないことをお勧めいたします。湖といえばやっぱり夕日の景色も楽しみたいところ。フェアモントホテルから見えるレイクルイーズを眺め優雅にディナーを決め込みます。陽子さんはスプーンがないとパスタを巻いて食べることができません。皆さんはどうでしょうか。さあ夕日のレイクルイーズを拝めに再度外へ出てみました。雲がかかっておりましたがレイクルイーズであれば問題なし。こんな写真を撮ることができました。結婚する気のあるカップルさんはぜひレイクルイーズにお越しください。フラッシュモブよりは素敵なプロポーズができるはず。ロマンチックなひとときを過ごして本日は終了。時刻は朝の6時でございます。着物に着替えるため陽子さんは気合の5時起き。これからレイクルイーズの朝日を拝みたいと思います。ターコイズブルーの湖はやはり息を呑む美しさ。陽子さんの黄色い着物が綺麗にマッチしております。朝日は見えませんでしたが日が出るまで優雅に朝食を食べながら待ちたいと思います。朝食はもちろんフェアモントホテルのレストラン。エレガンスな内装ですが着物であれば問題なし。パンケーキとフレンチトーストをいただきます。おお、フレンチトーストだよ。初めて見る形だ。ブリオッシュだから、ブリオッシュフレンチトーストクリームをつけてメイプルシロップ。おお、いただきます。おおかっこいい。さあ1時間ほどゆっくりと朝食をたしなんでいると少し日が差してきました。レイクルイーズで時間があればぜひやってほしいこと、それはそうです。レイクルイーズでカヌーをしてみてください。陽子さんがワイプで説明いたします。ラッキー。なるほど、入れましたね。ホテルに泊まってると、プライオリティレーンが使えるということで。ホテルに泊まらなくても、ここは焦げると。30分で1席75ドル。フェアモントホテルに泊まっていない方はもう少し割高になってしまいますが、並べばカヌーに乗ることができます。ということで風が強くて座礁してしまいましたが、ここまで進んできました。奥の突き当たりまで行きたかったんですが帰りがしんどそうなのでここで断念。綺麗だね。お、頑張ってくれ。彼女が必死に漕いでいる時は後ろからしっかりと応援してあげましょう。スマートな男性は辛い時にこそ声をかけてあげるものです。オッケー、ナイスナイス。
アヌーを終えたらレイクルイーズとはお別れ。フェアモントホテルをチェックアウトし、レイクルイーズに後ろ髪を引かれている陽子さんを発見。後ろ髪を引っ張って次に向かいたいと思います。ということで次回は怒涛の映えスポット巡りです。お楽しみに。さあ毎度おなじみチャンネル登録のお時間です。レイクルイーズいかがでしたでしょうか。着物でカヌーに乗ることはなかなかないと思いますが、面白い経験ができると思いますよ。この着物旅興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またインスタにつきましても彼女が運用しております着物ジプシーズ、こちらを検索してください。着物×世界の絶景、こちらを見ることができます。それでは皆さんまた次回。